と、初出撃の前に操作を手短に説明しましょうか。お願いします、パルテラ様。基本となる操作は3つだけです。スライドパッドで移動、 L ボタンで攻撃、タッチスクリーンで狙い。スライドパッドで移動して、タッチスクリーンで狙う位置に、 L ボタンで撃つ。移動はゆっくり回っているだけでもいいですよ。動いてさえいればそうそう当たりません。 L ボタンを押し続けると連射します。ボタン連打する必要はないんですね。撃たないでしばらく待つと照準の形が変わります。ここで L ボタンを押すと試射撃。おお、敵をまとめて一掃できますね。お待たせ、久しぶりの出番ですね、パルテラ様。きっと頑張ってお行きなさい。早速だけど冥府軍が攻めてきましたよ。早い、いつの間に。 L ボタンで襲撃できます。タッチペンを使って敵に狙いを定めることもできますよ。冥府軍、まさかメデューサが復活したのでは。そのまさかですよね。メデューサは確かに三種の神器で倒しました。だけど何しろ冥府の女神だから。メデューサなんて恐るべきじゃありませんね。メデューサ、女神パルテナ、そしてピッド、この時を待ちわびたぞ。あら、お久しぶりですね。25年ぐらいですか。復活の手始め、人間どもを血祭りにあげてやろうぞ。また混沌を呼べるのが楽しみだ。奴ら地上界を攻めてますよ。飛ばしますよ、きっと。Thank you.
ければなりません。きっとそろそろ地上戦の準備を。いよいよ地上戦ですね。地上戦ではタッチスクリーンを払うとくるくる向きを変えられます。素早く払うとスパッと向き直るんですね。その後下画面を押さえればピタッと止めることもできますよ。行きたい方向を正面に捉えスライドパッドで進んでいくと。スライドパッドを素早く入れるとダッシュや走行します。ダッシュと組み合わせての攻撃は超強力になるんですね。敵弾は回避するといいでしょう。敵弾を引きつけてからスライドパッドを素早く入れると綺麗に避けられます。その他のテクニックは遊び方でどうぞ。とりあえず左に向きましょう。
りましたね、きっと。冥府界の女神メデューサ、このピットとパルテラ様が成敗してやるからな。血気盛んですね。でも今日のところは戻りなさい。